どうも稲川です、今日はですねイヤホンやヘッドホンの話を少ししたいなと思っているんですけど、皆さんどんなイヤホンヘッドホン使っていますか？僕が普段使っているのがですねこちらの Apple の AirPods Pro ですね。やっぱりねノイズキャンセリングも外音取り込みも使えて、まあ音質もそこそこっていうところで使いやすいヘッドホンイヤホンだなと思うんですよね。で特に僕の場合は iPhone、iPad で Apple Watch、Mac っていうような形でアップルの製品をかなり使っているのでそこの切り替えが非常に簡単にできるっていう意味では使いやすいイヤホンだと思っています。あと後ろにもかかってますけどソニーのワイヤレスヘッドホンですね。僕が使っているのは MDR-1000X っていうもう5、6年前のモデルになるのでかなり古くはなっているんですけど、ノイズキャンセリングも十分効きますし音質も悪くはないので今でも全然使えています。こういったねノイズキャンセリングとか、あとは外音取り込みですね、あっちのヘッドホンであればクイックアテンションっていうような機能があるんですけど、そういったトレンドとしてね、今いろんなイヤホン、ヘッドホンっていうの機能がついて出ていますけども、最近というかね、もう今年の冬ですね、冬に買ったイヤホンっていうのが、ちょっとそういう今のトレンドとは違った思想を持ったヘッドホンだったので、ちょっとそれを紹介したいなと思います。早速なんですけど、今回紹介したいのが、こちらのソニーのリンクバッツですね。特に真新しい製品ではなくて、もう今年の2月に出たものにはなっているんですけど、最大の特徴がやっぱりね、耳を塞がないイヤホンというね、ところかなと思います。このイヤホンの形状を見てもらうとわかるんですけど、真ん中の部分ですね、このドライバーのところの真ん中に穴が開いていて、ここがですね、ちょうど耳を塞がないようになっているんですね。だからこれをこのままつけてあげると、ちょうどね、外の音も何も変わらずそのまま入ってくるというようなものになっています。で、この外の音がそのまま聞こえてくるっていうのはですね、やっぱりノイズキャンセリングとは全く真逆の思想かなと思っていて、これをですね、WH シリーズとか WF シリーズでノイズキャンセリング搭載機器をたくさん出してきた、ソニーがこれを出してきたっていうのがね、すごく面白いなと感じています。外音取り込みって使ったことある方はわかると思うんですけど、やっぱりですね、耳をイヤホン自体で塞いでる分、自分の声の聞こえ方っていうのは少し変わってきちゃうかなっていう感じがあるんですけど、これ耳を塞いでないので、外の音はもちろんですけど、こうやって自分が発した声の聞こえ方っていうのも、普段喋っている時とイヤホンつけずに喋っている時と変わらないような感じで喋れるので、この辺はね、リンクバッツじゃないと使えない魅力なのかなというふうには感じていますね。あと僕普段ランニングだったりとか、あと趣味でこうスケートボードとかでね、外でアクティビティをする機会も多いんですけど、やっぱりねちょっと不自然だなって感じちゃうのが風切り音ですね。どうしてもねマイクを通して外音取り込みって音をね外からの音を取り入れるので、なんて言うんでしょうね、こうやっぱり耳に風がこう当たる感じの音とか感覚とは違って、マイクにやっぱり風が当たってるっていう感じはどうしても拭えないかなっていうのがずっとあったんですよね。ただリンクバッツに関してはそういう部分がないので、そういう意味ではやっぱりねリンクバッツにしか聞こえない音、リンクバッツじゃなければ取り込めない音っていうのがやっぱまだ外音取り込みは取り込めてないかなという感じはしますね。でリンクバッツのいい点というかね、本当にこれは魅力的だなと思うんですけど、やっぱりねケースが小さくて軽いんですよ。ワイヤレスイヤホンって結構ね最近ケースが大型化してるものもあったり、逆にちゃんと小さくしようと努力しているものもあったりはするんですけど、やっぱりこの AirPods Pro、僕ちょっとケースつけちゃってますけど、これと比べてもね非常に小さいなという感じがします。で本体もさっきつけた状態のままにしてますけど、本当にねこれ自体も小さくて軽いんですよね。こうやって耳に入れてるっていう感じなんですけど、やっぱり耳自体を塞いでる感じもないので、こうつけてるの本当に忘れるような感覚になるイヤホンかなと思います。実際仕事に行く時とかにこうつけていくと、職場に着いてからこう外し忘れたまま生活してたりとかっていうことは本当にありますね。もうつけてる感覚がない時代軽いっていうのが一つと、周りの音がそのまま聞こえてくる状態なので、もう音楽を止めているとつけていることを忘れてしまうぐらい本当に使い勝手のいいイヤホンかなと思います。つけっぱなしとかにあれ本当に最適だと思いますよ。あと音を聞くっていうことに関してもそうなんですけど、実はこいつは結構マイクが優秀で、オンラインミーティングの時とかに僕はよく使うんですが、結構ですね声をきれいに取ってくれているみたいです。一応このイヤホンの中でAI がこう働いてノイズとかっていう部分をカットして、僕の声をきれいにこう取ってくれるっていうような機能がついているので、オンラインミーティングとかでねこう使いたいっていう方にもおすすめできるイヤホンかなと思います。あとはですねイヤホンの方でできる操作の体験も面白くて、通常ね AirPods Pro とかであればこう物理ボタンというか、触覚フィードバックのような形である部分を押してこう再生とか停止を切り替えたりっていうのがあるんですけど、このリンクバッツに関してはイヤホン本体ではなくて、イヤホンの近くのほっぺたのあたり、ここ
をトントンとするだけでいろんな機能を使えます。まあ、例えばですね、分かりやすいところで言うと、僕が今設定してるのと右側ですね、こっち側のほっぺたをタップすると音楽の再生と停止をできるっていうような機能をつけてます。画面でうまく伝わるかわからないですが、これ今音楽が停止している状態なんですけど、僕が右のほっぺたをトントンと叩くと再生に切り替わったのが分かりますかね。これをもう一度タップするとこれが停止に切り替わるというような機能になってます。まあ、このあたりの機能は結構面白くて、僕があともう一つ設定しているのは左側ですね、こっちを2回タップすると Spotify のプレイリストをこう再生してくれたり、まあ、そのプレイリストを切り替えたりっていうような機能が備わっているので、まあ、携帯本体を触らずにリングバッツを装着してほっぺたを2回タップすれば何かしら音楽を再生できるっていうような機能になってます。結構こうイヤホン本体でいろんな操作ができるタイプのものって物理ボタンの位置をこうちょっと探すのに手間取ったりとか、まあ、あとは AirPods Pro に関して言っても結構こう、ね、握ってつまんでっていう操作が結構煩雑というかね、まあ、便利ではあるんですけどちょっとめんどくさいなっていう部分もあったんですよね。でリンクバッツはその点で言うと適当なところをこの辺りタップしてあげれば音楽の再生と停止ができるよっていうような機能になってるので、この辺はねすごく使いやすいなと思いました。まあ、環境音を聞き取りながら音楽を聴けて、まあ、さらにはケースが小さくて軽くて持ち運びやすい、で操作体験も面白くてマイクの性能も優れているっていう風に、まあ、ここまで聞くとねすごく便利なイヤホンなんですけど、まあ、1点というかこの点に関してはちょっと惜しいなっていう部分がありまして、特にですねそれがバッテリーに関するところなんですね。まあ、まずですねこの本体ですね USB Type-C ケーブルでこう充電ができる端子がついてはいるんですが、まあ、正直ですね AirPods Pro にこう慣れてきた身としてはちょっとワイヤレス充電に対応してほしかったなっていうのがありますね。まあ、今スマートフォンを僕基本的にね iPhone のマグセーフを使ってワイヤレス充電をしてたりをするので、まあ、できたらこれもワイヤレス充電に対応した形で出してほしかったなというのが正直なところですね。でそしてもう一つなんですけど、バッテリー自体がちょっと正直あんまり持たないっていうのが残念なところかなと思います。まあ、一応ですね 5.5 時間連続で使えるよという風なメーカーの方では歌ってはいるんですけれども、まあ、それっていろんな機能をオフにした場合の話であって、まあ、ソニーがこう出しているもので言うと、音を高音質な状態でこう聞かせてくれる DSEE といったアップスケーリングの機能がついていたりするんですけど、まあ、それを使ったりとか、あとはですね、僕がさっき使ってるワイドエリアタップコントロールっていうような機能であったり、あとはアダプティブボリュームコントロール、外音の大きさに合わせて音量を調整してくれるような機能、こういった機能をオンにしてしまうと、まあ、バッテリーの消費がより大きくなっていくっていうような形になって、まあ、実際僕が使ってる感じだと、連続で再生できるのは3時間から3時間半ぐらいがいっぱいな気はしますね。まあ、僕がもう使い始めて半年以上経過しているというのもあるので一概には言えないんですが、まあ、やっぱりちょっとバッテリー面に関してはもう少し強化してもらえるとよかったなというふうには感じています。まあ、そんなねバッテリー面の惜しい部分はあるんですが、まあ、僕の使い方とか、まあ、使いたいシーンには結構フィットしてくれてるイヤホンなので、まあ、ハマる人にはハマるんじゃないかなと思います。でそれがどういう人にハマるかっていうところで言うと、やっぱりね利用シーンをちゃんと明確にしておいた方がいいかなと思います。まあ、僕であればオンラインミーティングの時に使います、であとはランニングとかスポーツの時に使いますっていうところ、この2点が特にね使いたいシーンで、まあ、それ以外は別にね AirPods Pro を使えばいいかなっていうふうに思うので、その日の予定に応じて今日はどっちを使うか、まあ、あるいはこれねどちらもちっちゃいイヤホンなんで、まあ、両方入れるっていうのもありだと思いますしね。であとはメインのイヤホンをすでに持っている人であれば、まあおそらくメインとして使うぐらいであればノイズキャンセリングがついていたり外音取り込みといった機能がついているものを選ぶ方も多いんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとそれとは違った視聴体験とかをしたい人にはこのリンクバッツっていうのは面白い選択肢になるんじゃないかなと思いますね。まあ、なので基本的にはランニングとかスポーツ中に音楽を聴きたい人とか、まあ、オンラインミーティングとかね環境をも取り入れながらでかつ高品質なマイクを使いたいよっていう方には本当におすすめできるイヤホンだと思います。まあ、逆にですねおすすめできないというか、こういう人はリンクバッツを買ってもあまりその良さをこううまく活かせないんじゃないかなっていう方っていうのは、まあ、まず音楽をしっかり聴き込みたいっていう方、音楽をしっかり聴き込むためのイヤホンを探している人、音質自体はですね実は決して悪くはなくてですね、
十分綺麗な音かなと思うんですけど、外音を一切遮断していないので、まあ、やっぱりちょっと低音の部分がスカスカっていう感じは少しあったりもしますし、まあ、音楽をしっかり聴き込むのにはこのリンクバッツってのはあまり向かないかなと思ってます。どっちかっていうとやっぱり人の声を聞くシーンとか、周りの音もしっかり聞きながら音楽を少し流しておきたいっていうようなシーンに向いてるイヤホンだと思いますね。まあ、なのでいつでもどこでも使いやすいような、まあ、メインの日常的に頻繁に使うようなイヤホンを探してるって方であれば、まあ、例えば AirPods Pro であったり、まあ、同じソニーであれば WF-1000X シリーズとかね、そういったものを選んでもらう方が、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。はい、今日はこのねソニーのリンクバッツについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、このイヤホンに関してはね、かなり利用シーンを選ぶかなっていう感じはあるんですけれども、そのシーンにきちっとね合った使い方ができる人であれば非常に便利なイヤホンになると思います。まあ、何よりねコンパクトなんで、カバンにちょっと忍ばせるのにも本当に不便がないというかね、使いやすいイヤホンだと思います。まあ、僕ランニングでとかって話もしましたけど、これからの季節ね、まあ、冬が近づいてきているので、スノーボードとかに行った時に、まあ、ゲレンデでつけとく時に、ね、やっぱり音を完全に遮断しちゃうっていうのはかなり危ないんですけど、まあ、一方でこうちゃんとね音楽も聴きながら気分よく滑りたいなっていうのもあったりするので、そういう時には本当に使いやすいイヤホンになるかなと思っています。皆さんなんかお使いのイヤホンとかで、ね、こういう部分がおすすめですよとか、まあ、使っているイヤホンの魅力などぜひねコメント欄に書いていただければなと思います。じゃあ今日はこの辺までにしたいと思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。